奇兵衛校は、中華民国空軍の軍人。日中戦争当時、周たるや原、ら、国発、陳慶雲、高校栄と共に、空軍の電子機械を握る、航空委員の一人であった。高橋陳の生まれ。家は、衣服や酒を売る豪商で、高拠船を外し、宗や秋夜に脇など多くの紳士を排出する、名門であった。さらにそのルーツは、皇帝権に由来するという。 父の交換衆は中国同盟会の支援者であった。11歳にて、甲州市藩付属小学に入学するも、翌年時北近道小学に転校。寧波総新中学3年の夏、両親より学業を辞めて結婚死後を継ぐよう、求められたため、家を飛び出し延大海軍小学に入学。1920年5月1日、中華革命党に入党。同年秋。 孫文の命で6名と共にサンフランシスコのケディ航空学校に留学。帰国後は、五方軍政府航空隊に参加。1922年の陳慶明の反乱当時、洋館堺と共に病に倒れていたため、戦闘には参加できなかった。1923年、孫中山自重。4月、陳広市営が反乱を起こすと、林井聖。 高校へと共に近接航空支援を行う。9月20日、大本水府航空局長の要請一が事故死すると同日に代理局長。1924年、大津な頭の関東航空学校教官幕引退隊,隊長。1926年4月、関東航空学校校長となる。1927年4月18日、 国民革命軍総司令部航空所所長。8月中旬、紹介席の下アに伴い一時日本に亡命する。1928年6月、国民革命軍航空大隊司令。8月、航空所副所長。1929年6月、国民革命軍航空大隊司令。7月2日、中央陸軍軍艦学校航空班主任。 9月18日、中華航空共振、第2回全国代表大会中数執行委員。10月1日、航空大隊司令部は廃止され、航空所副所長に転任。1930年2月頃に、上海で結婚し、広州に新婚旅行に赴く。3月1日、中原大戦の勃発を受けて、急遽南京に戻り、3月13日に、 航空署副署長兼、中央とも関東連合空軍総指揮に任ぜられる。兵玉省、円借山部隊との空中戦を指揮。この戦いで新郎が重なり、翌年3月、小解石より休暇をもらって、米国の航空産業の視察に赴く。1931年5月の帰国直後、孫からの公衆国民政府に従い航空所長、張恵美町が離反したため、 公認所長となる。航空機の更新や中央航空学校の設立、航空シ志工房の建設に尽力した。第一次上海事変勃発後の1932年2月25日、甲州衆、掛橋にて航空隊の指揮を取っていたが、小海石から石区二班、第二隊長を介して日本海軍航空隊による飛行場爆撃の危険性を伝えられ、 石と共に掛井橋の全戦力を20キロ離れた河津府の高敷城へと移動させる。小解石の予想は的中し、掛井橋の航空戦力は被害を免れたが、迎撃に向かった超不明が戦死、石区二班も片腕を失った。4月13日、軍事委員会第二超空軍事務所所長を兼任。同年9月、イタリア、ドイツに留学。 1933年2月16日、国民政府参軍。1933年4月29日、全国航空建設委員会委員。同年、中央航空学校教育長。1935年9月4日、空軍上校。1936年5月、航空委員権、第2署所,所長。1937年5月、 航空委員会各所の上に山頂を置くこととなり、航空委員会常務委員権第三頂町長,長,長。南京戦後の1938年3月、航空委員会は山頂7所18課に改編され、総務長町長,長。観光陥落後、航空委員会重慶後と所主任を経て1939年5月、空軍第一軍区司令官。同年8月、第一軍区司令部は、 第四素寺司令部に再編成されることになり、航空委員会参事室主席参事。1940年5月25日、空軍少将。1941年1月19日、空軍第三素寺司令官。1941年12月上旬、ワシントン DC の中アメリカ大使館空軍部官を命ぜられる。しかし、太平洋戦争勃発により、 香港からの出発が困難となったため、年越しでアフリカ、ブラジルを経て、米国へと到着した。1945年春に帰国し、7月3日、国民政府参軍。1978年冬、アメリカに移住。1989年1月、ロサンゼルスで病死。同じく空軍に勤務した二人の弟と四人の姉妹がいた。 一番目の弟のキクルルは戦後帝海飛行場長を務め、四白の部隊などの撤退支援に尽力して大陸に泊まり、鎮圧反革命運動の犠牲になったとされる。二番目の弟のコウヒカリカンは海戦時の第四大隊第二十二中隊長。後、米国に移住。巨兵校は二人の息子がおり、長男はコウヤス支援、次男のシズタケ氏は、 心臓病のため創生した。ありがとうございます。